戦乱神楽参りましょう。飛ばします。学校を選択してくださいませんか。国立半蔵学院。飛ばしちゃいます。国立半蔵学院。楽しみましょう。たぶん大丈夫。いってらっしゃい。それでは本日の修行を。はい、先生、よろしくお願いします。アスカちゃん、今日も元気いっぱいだね。ビッシッシッシ。そりゃあ、朝からあんだけプルンプルンさせてれば元気も出るさ。ちょっとカツネ、何の話？あたいは見ちまったのさ、アスカ。あら、寒風摩擦ですか。アスカさん、古風な健康法を知っているのですね。子供の頃、じっちゃんに教わったんだ。寒風摩擦をすると風邪をひかないって。いやー、いいもんを拝ませてもらったぜ。ごちそうさまでした。もうガツネたら。ほー、寒風摩擦をすれば風邪をひかないんだ。おう、だからひばりも毎朝や。ただしちゃんと窓を開けて下着姿でやるんだぞ。うん。それよりもっと健康になりたかったらすっぽんぽんでやってもいい。カツラギ、お前も命知らずだな。俺の前でヒバリ。ちょっと待って、ヤギュー、刀を抜くやつがあるか。ありとあらゆるものからヒバリを守る。ほんとラブラブだね、ヤンニューちゃんとヒバリちゃん。ラブラブ。別にそんな。さて、おしゃべりはそこまでだ。本日は基礎訓練で、お前たちがいかに成長しようとも基礎をおろそかにする忍びは早死にする。忍びの世界で生き抜きたければ常に初心を忘れないことだ。はい。舞い忍びます。任務開始。秘伝忍法。
任務達成。よし、やっほー、ブイッ。よし、デク人形を全部倒したよ。うん、アスカ、見事だ。キリア先生、これからもアスカたちをいっぱいし…ああ、そのつもりだ。あたいもそのつもりだ。可愛い後輩たちをいっぱいしごいてやるからな。はい、よろしくお願いします。よし、任せておきな。あたいのしごきは手取り足取り、もみもみもみ…って…やはりその首飛ばして。ヤギュー、冗談だって。俺は冗談の通じない女だ。イカルが助けてくれよ。はあ、自業自得です。そんな。ヤギューちゃん、修行も終わったからウサちゃんパフェでも食べに行こうよ。何、それはつまり放課後を二人きりで過ごし。まあそういうことかな。カツラギ、命拾いしたな。もはやお前と遊んでいる時間はない。俺が遊びたい相手はヒバリのみ。ああ、二人ともちょっと待ちなさい。まだ修理が…助かった。しかし、たとえ首が落とされてもあたいがセクハラをやめることはない。この二本の腕がもみもみでき…どうしてか、みんなマイペースなんでしょ。でも私、みんなのことは大好きだよ。カツネもイカルガさんもヒバリちゃんもヤギウちゃんもみんなだ。だからみんなで立派な忍びになるため頑張るぞ。オッケー、一人でやったらバカみたい。そんなことありませんわ。ええ、みんなで頑張りましょう、立派な忍びになるために。おかえりなさい。おかえり。おかえり。半蔵学院の物語を楽しみましょう。邪魔をするな。いってらっしゃい。ひばり。なに、野牛ちゃん。俺と手合わせをしよう。え、急にどうしたの。少しキリア先生の言葉が気になっている。基礎をおろそかにすると忍びは早死にするって話。そうだ、だから俺がヒバリの基礎を確かめてやる。さあ、俺に本気で切りかかってこい。ヒバリの力お…どうした、ヒバリ。無理。え、ヤギオちゃんと本気で戦うなんて無理って言ったら無理。ヒバリ、いや、だからそれは無理。こういう時のヒバリは頑固だ。もっともそういうところも可愛いのだが。いやいや、今はそれどころではない。何としてもヒバリの力を確かめなければ。ではどうする。ヒバリ。何、戦いならやらないよ。もし俺に勝ったらお菓子パーティーを。え、お菓子パーティー。
山盛りのうさちゃんクッキーに甘いホットココアも飲み放題だ。さあひばり、かかってこい。その手でお菓子パーティーを掴んでみろ。よーし、ひばり頑張っちゃうからね。野球バイシナプ。あれ、返し投げます。いざ尋常に舞い。やらせる。終わりだ。テスト。力だ。技あり。忍び転身。これから天使。もう嫌だ。技あり。秘伝忍法マイシル。はあ。これからだ。秘伝忍法終わりか。はあ、ひばりもなかなか強くなった。これなら俺も安心でき。負けちゃった。お菓子パーティーが。待て、泣かないでくれ。だって、だって。勝負は勝負だ。約束だからお菓子パーティーはできない。ただ。その代わり？お菓子祭りを。え？お菓子祭り？お菓子パーティーとどう違うの？え？同じ内容だったら勝負した意味ないと思うんだ。な、鋭い。鋭いぞ、ひばり。俺は勝っても負けても、ひばりと楽しい時間を過ごすつもりだった。そこを見抜くとは。さすがは俺の大好きなひばり。まあ、どっちでもいいか。お菓子がいっぱい食べられるなら。ありがとね。ヤギオちゃん大好きだ。な、はあ、どうしたのヤギオちゃん。話が気にするな。ちょっと幸せなだ。良い評価だ。俺の強さもなかなかのもん。ひらめいたぞ。